ダイダロス通り、そして18階層からの攻撃か。ああ、届いた書簡にはそう記されている。冒険者たちとゼノスは混成せず、別々の部隊で運用。つまり、ゼノスは18階層から、冒険者たちは地上からクノストスを攻める。本当に仕事が早いな、ブレイバー。味方につければ頼もしいことこの上ない。私は彼からの申し出を飲める。ウラノス、あなたは？異論はない。ならばこちらからはオクルスを提供する。クノッソス内で連絡を取り合えるなら、この第一進行のマッピングも精度が増すだろう。ゼノスはどれだけの戦力が参加できる？リド、レイ、グロスを含め、動かせるゼノスは30ほどといったところか。唯一、アステリオスは静止する間もなく真相へと向かってしまったらしい。いつ戻ってくるかはわからない以上、今回の作戦への参加は期待しない方がいいだろう。やあ、作戦会議中かい？その調子だとロキのところとは手を取り合えたようだね。神ヘルメス。いや、肩の荷が下りたよ。今までダブルスパイでもしてるような心境だったからさ。これからはロキたちに怪しまれることもなくなって、胃が痛まずに済む。いろいろ言いたいことはあるが、神ヘルメス、なぜ顔に蹴られた跡があるのか聞いていいだろうか？それはもう、綺麗なドロップキックを頂戴したような。それは空気を読んで聞かないところだぜ。そうさ、俺はただ、悠久の成果にけじめをつけてきただけだからね。要件は何だ、ヘルメス？本当に世間話の一つもしないな、都市の創設神様は。じゃあ、遠慮なく切り出させてもらおうか。近いうちにクノッソスの攻略が始まると思うが、ベル君たち、ヘスティアファミリアを遠ざけてほしい。それは、あの迷宮街での戦いで彼はまた一つ階段を上がった。それこそ道化と化した俺なんかの真意を飛び越えるほどに。そんな一皮むけたばかりの彼を間を置かずにこんな殺伐とした戦いに巻き込みたくない。少なくとも今は。いいだろう。ゼノスの剣で尽力したベルクラネルにこれ以上負担を強いるのは我々も本意ではない。だが、遠ざけると言っても具体的にはどうするつもりだ？ヘスティアファミリアに遠征へ行けとミッションを出せばいいさ。
ベル君がランクアップして派閥のランクは D、 ダンジョンの攻略義務が発生するはずだ。ランクが昇格したばかりで請求とも思うが、ギルド側もヘスティアファミリアに期待している。そういうことで対外的には納得してもらえるか。分かった、手を回しておこう。ああ、頼むよ。彼らには戦争なんてものから離れたリゾートでも楽しんでもらおうじゃないか。